はい、今回シュート対決やるんですが、よっしゃ、シュート対決のセンタリングシュートと、はい、プレトラのボレーシュート対決、はい、5本5本って言うんですけど、はい、まあ、センタリングは普通に横からセンタリングしてもらって、はい、それをダイレクトでボレーシュート、ヘディングでもいいですよ、よっしゃ、まあ、ダイレクト、あ、なるほど。で、まあそういうシーン、まあ身長は高くないんですけど、よしと、センタリングからのシュートシーンも何度も見てきましたから、はい、まあ、それをちょっとね見たいなっていうのもあって今回企画したんですが、もう一つ、はい、胸トラボレーが背面です、はい、こうボール投げてもらって背面でトラップしてこれをひねってボレーです。むずいな、はい、これはむずいよ、はい、ノーバンノーバンですそれを5本計10本、はい、はい、誰がシュートをセンタリングシュートだって、今回もドルジにキーパーしてもらいます、はい、はい、よしと高と、はい、はい、勝負していきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。最初はグー、最後、2番、うわー、惜しい2番、じゃあ1、ルールとしてはこの線に足がかかってればいいよ、こうここだったら何でもいい、あ、ここには必ず片足がついてる、で、俺投げる人は絶対ここ、あ、ここもう、これはもう平等なる、はい、1本目、あ、うわー、いいボレーだ2本目、はい、あ、あーあー、3本目、あー、どうなる4本目、あー、うまい、コンパクト、うまい、おーい、うまい、よし、うまい、はい、うまい、よしよしよし、うまい、5本目、はい、次は最低限、おーい、うまい、うまい、うまい、おーい、うま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 い、今のうまい、うまい、うまい、どうだ、2、5、うわうめえ、あー、なんか、うめえ、うまっ、なんか笑いやがる、笑ってましたよ、あ、顎に当たった、顎に当たった、顎に当たった、2本目、止まった、ごめん、あー、うまい、そうだったね、あー、ごめん、あー、ごめん、ごめん、どうした、うわー、すごい、うわー、うまい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 、こっちはうまい、そっちもうまいやん、いきます、あーうわーよーしうわーうわーよっしゃ、うわうまい、よっしゃ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 、マジかー、そんなに、そんなに難しいんだよ、
逆に。うまい。5の1か。5の1。トータルだから10の3。はいはい。10の5か。そうですね。10の5じゃない。よ。おい。10の2。ここは俺がクロスあげますよ。よしとも最後ちょっとタカの真似して真似したんだけどね、うまかったわ。いやよかったね、最後うまかった。だからあれ言ってたらね、あのちょっとボールが変な方が、はい、そうなんです、それ、ありがとう、それに合わせやすいって、ね、意外とそうなんですよ、確かにそれ。いやもうあの現役時代、あのよしとの爪は現役時代をさせましたよ。おやっしゃー、もう動いちゃうんだよよく言ってたね。ドルジどうでした、このボレー受けてみて。あ、やっぱなんていうんですかね、ヨシトさんのこのさすが
代表で、そしてやっぱその通算のゴール、うん、いやゴールやバリマジでやっぱあれやばいでしょ、本当にあのリラックスしたそうやね、当てるだけっていう、うん、あれさ、どういうの意識してるの。でももうボールの真ん中蹴るため、かけるように俺は意識してる。畳むとかよく言うじゃん。あそういうのない、とにかく真ん中なの。そう、真ん中で真ん中叩いてたら、でも結構上に行ったりさ、真ん中行ってたら多分大丈夫ですか。そう、あそうか、真ん中行けばいいのか。真ん中ってそらないようにしてるね。あ、こうやんないんだ。そらないようにしてる。あ、普通にこうやってるの。このまま行きたい。なるほどね。めっちゃ振りがコンパクトです。そうね、めっちゃコンパクトね。でもそっちに僕目行きましたもん振りがコンパクトすぎて。シュートの時もこうやって畳むじゃん、うん、で結構普通の人ってね、こうやって、あ、だから上に行ったりするじゃん。そうそう、こうなっちゃうもんね。そう、これ結構大事なんだ。ボレーもそうでしょ。そう、ボレーもそう。なるほど、ね、難しいですよ、だから。まあでも優勝はタカということで、はい、優勝はね、はい、でタカ YouTube、リゼムチャンネル、ドルジも YouTube チャンネルやってます。ヨシトも SNS やってますので、概要欄の方に記載してありますので、皆さんぜひね、チェックしてご視聴いただければと思います。じゃあボレー対決はタカの優勝ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。